東日本大震災から間もななく10年となります災害時には交通であったりインフラの状況ってすごく気になるところなんですが、はい、そんな中、今日から LINE で福岡市を中心とした情報に簡単ににアクセスできるようになりまし LINE 公式アカウントにそれを集約することでより簡単に、えー、そういった災害時のインフラ情報を確認ができるようにしましたというところが大きなポイントでございます。 LINE 福岡や宮殿、西鉄など福岡市のスマートシティ化を目指す9社で構成される福岡スマートシテティィコミュニティ災害時に福岡市の LINE 公式アカウントから交通やインフラの復旧状況などを手軽に入手できるサービスを始めました。 まずトップメニューから防災情報を選んで交通・インフラ情報を選択すると企業の情報ページにつながるというシステムなんですね。狙いは災害時に必要な情報にアクセスしやすいだけではないんです。 こちら5年前の熊本地震の際に地元の消防局に寄せられた問い合わせ件数なんですが普段に比べて数はおよそ7倍に増えてそのうちの6割がライフラインなどの復旧状況に関する問い合わせだったそうです問い合わせの集中は対応に時間が取られるものこのシステムはそんな時間を省き一刻も早い復旧につなげる目的もありますサービスはすでに今朝からスタートしています